こんにちは、レンガの松島です。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回はベストオブモリスのいちご泥棒をご紹介したいと思います。いちご泥棒といえば英国のデザイナーウィリアム・モリスがデザインしてとても人気のある柄です。こちらのようにリバティプリントのいちご泥棒、これも有名ですね。当店ではアメリカのファブリックブランドモダが出しているこちらのベストオブモリスも取り扱っております。こちら好評発売中の柄ですけども、今回は新しい新色の方をですねご紹介したいと思います。当店でのお取り扱いは2色で、1つはシックな色合いのこちら、少しブルーがかったグレー系のものですね。それとこちらもシックな配色ですけれども、グリーン系のもの、こちらの2色でございます。先ほどのシックな2色以外にこちらの華やかなレッド系の方もお取り扱いしてます。好評発売中のこちらの色よりも今回の新色の方が柄が大きくなっています。柄は大きくなっていますが、色合いがとてもシックなので落ち着いていると思います。この大きな柄を活かしていろいろな作品作りにおすすめしたいと思います。例えばクッションとかいかがでしょうか。ベストオブモリスの新色、このような感じでクッションにしても素敵です。インテリアにもすごくお似合いだと思います。今回2色出てるので、例えば表と裏別々にしてリバーシブルで楽しんでもいいかもしれませんね。こちらは以前ご紹介したツーウェイポーチ、こういったポーチにもいちご泥棒とてもいいかと思います。今こちらで当てている生地はカットで販売しているものですので、1枚200円でちょうどこのぐらいのポーチ作れます。携帯電話とかいろいろパッと入ってサッとしまえるのもこのサイズのポーチの魅力なので、よかったら以前の動画見ながら作ってみてもいいかもしれませんね。柄が大きいのでインパクトがあってとてもいいと思います。このぐらいの手提げってすごく便利なので人気なんですけれども、こちらもいちご泥棒でリメイクするとどんなイメージなのかちょっとご紹介したいと思います。こんな感じで一気になんかシックな感じになりましたね。大きめのキルティングとかでサクサクと作っていただいてもいいですし、キルティングなしで接着芯でパシッと仕上げてもとてもね素敵な手提げになるかと思うので、どうでしょうね。ぜひ店頭でチェックしてみてください。こちらの赤も素敵ですよね。いちご泥棒約110センチ幅の生地です。店頭では30センチから10センチ単位でカットいたしますので、お気軽にご相談ください。今後もリバティプリントやパッチワークキルト、レンガの最新情報についてご案内いたします。よかったらこちらのチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。